よし、みんな集合。今から絶対に存在しないやつゲームを始める。それではスタート。マーキュリアル履いてるのにめっちゃ真面目なやつ、ちゃんちゃん。キーパーなのに変人じゃないやつ、ちゃんちゃん。愚痴を言われない監督、何、緊急事態、誰こんな目覚ましにしたん。起きるか。はい、ということで皆さんおはようございます。本日もね、まあグラウンドで、ボールを使うことができるので、今日もいいトレーニングして最高の一日にしていこうと思います。それでは今日も一日やるぞ。よし、降ります。慎重にね、慎重にね。降りれるんかい。おいえはい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 、おーいえ。サッカー選手、電車でお年寄りに最も席を譲りそうなランキング第1位はセルティック古橋亨梧選手です。さあさあさあ、それでは今日も最高な朝を迎えたようです。で、畠山といえばですね、朝は明るいよりも暗いが当たり前なんです。チェックしてみよう。3、2、1、畠山は暗くあれ。で、カーテン取れてる。やめてこれ。そして皆さん、アクシデントです。雪だ。ウィザーザーチャンピオン。トゥ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 。声出ねえわ。朝はね、まあ寝てる時に、まあ口が、まあ、菌だらけっていうことで、まあ、絶対最初にまず一発目はうがいをしましょう。はい、それではシャワーに入りたいと思います。せーの。お風呂に着きました。ちょっとあの早着替えやろうと思ったんですけど、ちょっともう忘れてて着替えちゃったら、もう着替えしろがなくなっちゃったんですけど、一応形上だけはあの飛ばしてください。はい、じゃあ行きます。あ、履いてなかった。やべ、よし、今日の俺も完璧だ。ということでね、朝飯にしたいと思います。で、本日は朝飯にあるものを作りました。オープン、こちらです。ということで本日の朝飯はさつまいも、さつまいもでございます。ということで本日はさつまいもさんに来ていただきます。どうぞ。どうも、さつまいもです。畠山くんの朝のお腹を少しでも満たせればななんて思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ということで本日の朝飯はさつまいもとプロテインでございます。それじゃあ今日もやってくわ。テラブリやってくわ。シッケアーン、シッケアーン、シッケアーン。頭クラッときてる。今相当頭クラッときてる。質素な味。ちょっとお腹に入れておきたいなぐらいの時はおすすめです。はい。まあ、作り方としては炊飯器に行って、さつまいも入れて、さつまいもの半分ぐらいの高さまで水入れて、まあ、普通に炊飯するだけなんで。ぜひね、やってみてください。でですね、以前僕病院で診察してもらったんですけど、あなた全然体のケア足りてませんよと。全
全然この体じゃダメですよと酷評されまして、それ以来あのストレッチに時間をかけるようになったんですよ。40分、45分とか、練習前と練習後にやるようになったんですけど、本当にね変わりましたね。まだ大きな変化っていうのはないんですけど、なんかこう結構やっぱ練習でフルパワー出す時あるじゃないですか。まあキックだったり、まあダッシュだったり、まあ、フルパワー使う時に、まあストレッチそこまでしてない時は結構いろんなとこ痛くなったり、ああちょっとここら辺痛くなりそうだなっていうのが結構あったんですけど、結構ねフルパワー使っててもあの気にならないっていうか、まあパフォーマンスだいぶ向上してる感があるので、まあ、これはね続けていきたいと思います。前のまだしてるが早く行かないと。行ってきます。はい、それでは今日も練習に向かっていきたいと思います。いや、存在しないやつゲームやっていいじゃん。なるほどね、なんかナイナイみたいなのそうそうそう、絶対に存在しないやつゲーム、せーの、じゃんじゃん。フォワードでめっちゃ丸坊主なのに全然前プレイいかないやつ、はい、じゃんじゃん。センターバックで左利きなのに絶対にあのキックが下手なやつじゃんじゃん。背番号10番なのに角刈りなやつじゃんじゃん。いや難しい、強豪校のサイドバックなのに全然オーバーラップしないやつ。じゃあまあかなりいい勝負だったと思うんで、じゃあ勝敗はコメント欄で。それでは聖地着きました。北海道ですかここは。ねえ、環境のせいにしては二流ですから、今日も最後の練習にしていきましょう。
ちょ、1年飛び込みいけない？1年無理無理無理、1年いけない、いけない、もう俺行くわ行くわ、俺行くわ、見とけよ1年。ケツ出てる、ケツ出てる。あああ1年やらせんなよ俺に1年。あいつらマジで1年さ、さすがにヤバいでしょこれ。また1年生怒んなきゃいけないんじゃないの。1年俺にやらせんのヤバいでしょこれ。最近ちょっとぬるくなってる1年生。ヤバいって、あれ1年生ぬるくなってる。なんか俺に何でもやらせればいいと思ってるでしょ。一年生抜けなかつ行くわ。先輩のあれ見てないで着替えてるもん。先輩煽ってたからね今。もう着替えちゃってるから。ちょ一年、もう段取ってる。おいどういうこと、おかしいでしょこれマジで。素晴らしいとかじゃなくて、で見に来ないんだよお前ら。俺飛び込んで近くまで来いよ。なあどうも。お前らさ、えぐいてちょい行くぞ。ちょ、笑いの寒さじゃなくなってきた。ちょっとやめるわ。もういいもういいもういい。笑いの寒さに上がってきた。さあということで、帰りたいと思います。ちょ、前そうだったんだよ今日。まだです。待って待って、どんな格好できてんの。しょうがないでしょ冬ね。冬はい、こんにちは。何の話。あったまる。誰半袖半袖のやつ。平井大でもこの格好はせんぞこの時期に。してるらしいわ。してるらしい。ウクレレ持って。ウクレレ持って。はい、それではキンキンに冷えた体を温めに行きたいと思います。やめろやめろやめろ。我がスポンサーの地。禁止だ、集中しろ。飲んだ後の言葉に注目しましょう。3、はい。すごい美味しいね。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。お店側の人間の人いた。ちなみにこちらハッシュタグ1のパーカーです。今年もよろしくお願いします。右右右。さあ本日もやってまいりました、石川の誇るディズニーランド、スターバックス。違う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 、石川の誇る。え、これって俺いっぱいある。石川県ではそういう扱いされてるよ。でもディズニーここのファストバスとかあるよ。ファストバスあるの。ファストバスあるよ。ファストバス抜かすとこないよ。足は最新作ベイク&クリーミー生ホワイトチョコレートフラペチーノで。はい、かしこまりました。すいません、恐縮です。以上ね。さあ、こちらが最新作です。美味しい、美味しい、美味しい。これマジでうまい。焦った、正直。本日は鍋に決定いたしました。勝手に決めるなよ。いた、盤上一だったでしょ前田。それうずら。それでは前田くんが今回は金額当て優勝しました。ぐー、どうも、りょうぼです。やっぱね、みんなに美味しいお米食べてほしいからね、やってんのこれ。おい、なんか飛んできたぞ。りょうぼに飛んできちゃダメなもん飛んできたぞ今。でもいいんですね、私寮母だからね。キャプテン頑張ってるから前田と俺で応援するわ。せーの、フレーフレーキャプテン。うわー危ない。もう一回聞いて直していく。はい、もう一回聞いて直して。せーの、フレーフレーキ
キャプテンフレッフレ。いやいいね。それでは、オープンお願いします。あれさっとやってほしいね。うわさっときた。うわ温度差すごいな。うまそうじゃないこれ。手と手を合わせてクロスすな。これはねいい感想出ますよ。うん、キムチ鍋だけにマシそよ。いい韓国ドラマと、いい韓国料理と、韓国人と、誰が韓国人。うわびっくりした今。似てる似てるって。ということで今日一日が終了いたしました。明日もね、最高の一日にしていきたいと思います。皆さん明日も、頑張っていきましょう。 Twitter、Instagram、TikTok ですね、概要欄の方に貼っておりますのでそちらの方からフォローよろしくお願いいたします。それではね、本日はもう寝たいと思います。いい夢見ろやい。